原町駅は、福岡県か谷郡か谷町原町一丁目にある、九州旅客鉄道笹栗線の駅である。駅番号は、JC03。国鉄の分割民営化直前まで、吉塚笹栗間には当駅しか存在しなかった。炭鉱のための鉄道として、笹栗線が最初に開業した1904年から存在する駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。 互いのホームは、古線橋で連絡している。駅舎は、駅構内北側に設置されており、コミュニティホール、ハーモニーホール原町を併設している。JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅である。自動改札機が設置されており、主語化の利用が可能で、あるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。構内は、 両方両開き分岐器である上、隣の長者バル駅が近いため快速列車は低速、または減速しながら通過する。2020年度の1日平均乗車人員は1215人で、ある。1988年、当駅の約600メートル東側にある、笹栗線と菓子線の交差地点に、長者バル駅が設置されるまでは当駅が、 カ谷町の中心駅としての役割を持っていた。駅前を笹栗線に並行する形で通る県道607号線沿いに商店が並ぶ。その他の駅周辺地区は住宅地となっている。また、駅前から北側へ伸びる県道545号線を約1キロメートル北上すると加シ線以外駅に行き着く。ありがとうございます。